キンプリ新曲初日46万枚の底力、下馬評覆した長瀬連高橋山の変化、変化。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 不要になった、キングピンス、長瀬角イコール24、高橋山イコール24の最新シングル、何者が発売初日に461万枚を売り上げ、オリコンデイリーシングルランキング20日付で1位を獲得したことが21日発表された。上昇の滑り出しだが、この要因は豆男にあるという。 同曲は5月22日に平野市を神宮寺勇太岸優太が脱退してから初のシングルで、高橋が主演している日本テレビ系ドラマ、だが、情熱はある、の主題歌でもある。3人の脱退で多くのファンがタンフり、つまり、死のアイドルのファンを辞め、それにより楽曲の売り上げも厳しくなるのではと見られていた。それが蓋を開けてみれば、461万枚。 新規ファンも増えたのではと言われるほど上々の滑り出しを見せた。音楽関係者は5人での最後のシングルとなった Life Goes On h i l l r Young の初日の売り上げは約86万枚でした。さすがにこの数字は驚異的。今回の数字も検討しているし予想以上ではないかと話す。グループではデビュー曲シンデレラガールが初日で約32万枚。 これを踏まえても、ドオでリスタートした新曲はなかなかの数字を積み上げたと言っていい。ジャニーズ事務所のグループはデビュー曲でご襲儀的に売り上げを伸ばすことがある。新キ金プリの新曲もその恩恵に預かっただろう。3人が5月22日に脱退して1週間後の29日には、 キンプリのインスタグラムなど計4つの SNS の総フォロワー数が約15万人爆上がりする現象もあった。SNS の総フォロワー数だけでなく、楽曲の売り上げでも根強い人気を見せつけた。戦略価値した面もあるようだ。 前で関係者は3人が脱退したことでファンは一時的に減ったでしょうが2人になったことで活動に変化が見られ新規ファンが増えていると分析されているんですと指摘するその変化がインスタの更新がマメになったことだこれまでインスタはストーリー機能も 含めそこまで多くアップしなかったのですが2人になってからちょっとした内容でもストーリーにアップしたりするなど更新回数を増している。これに既存ファンが喜んでいるのはもちろんライトファンがより興味を示すようになったのではと言われている。そのあたりも今回の数字に反映されたと見られています。前で関係者。 インスタの更新頻度を上げたのも、新成金プリをアピールしたい思惑があるのだろう。平野らの衝撃脱退から1ヶ月。今後はどんな活動を見せるか。東スポウェブ。